地層は1555年が創業になります。京都の三条の地で商いを行っております。日本の伝統的なデザインとか、あと友禅の技術を受け継ぎながら、着物をはじめとする染色品を製作をしております。型友禅と、同じ技法で作られておりまして、まず着色の図案を描いて、それを元に型紙を彫っていきます。で、最終的に、この色紙の上に型紙を置いて、刷毛で色を刷り込んでいくという、着物でいう、型友禅と同じ技法で作られています。こちらは正倉院の宝物を、題材にしまして、弊社の図案家がまずデザインをしまして、それを職人の方が、型を彫って、この、最初の図案通りになるように、型を彫って、吸い上げたものです。やはりこう職人さんの刷毛の力加減というか、柔らかい表現、それと同じ模様はもちろんできるんですけれども、一点一点やっぱり微妙に、違う、こう美しさがある、そういうところが特徴と思います。